菊池明夫です。生まれは東京都港区どうか、昭和19年の12月1日に、三重県にある、海軍航空隊に入隊しました。そうだな、予科練の訓練というのはものすごく厳しく、毎日、天皇陛下のためお国のために命を捧げる、それが基本の訓練でしたので、操縦とそれから通信の2科目があって、私は通信員としての訓練を受けましたので、モールス信号を1時間に大体120時1時間であって1分間に120時ぐらいを受信書かないと、なかなか、それでその当時の偵察員の、操縦別の訓練は A 組、B 組、C 組とあって、私は A 組だったので、 A 組の人は一時間違えるとパッタという棒があって、その棒で一回殴られる、そういう感じで偵察の通信の訓練はしました。予科練当時、鍛えた体精神は、今までこの半世紀、その根性って言いますか、半世紀大変役になっていると思います。軍隊にいる頃は、同期の仲間が特攻隊といって、お国のため、天皇陛下のために、命を捧げて、それで厚木神社へ祀られることが本望だと思って皆さんみんな言ったわけですが、今考えてみると、私はその考えは大変間違っていると。戦争があれば親兄弟、友達恋人などにも別れて殺し合う、これは最もいけないことは当然のこと、私はつくづくそのように思います。これからは絶対戦争はしない、そのように私はつくづく思いました。